はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は継続の決断のバブリーとヤマト特攻リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回ハワイを攻略した後ですね、太平洋の制海権を全部確保させていただきました。今回はその続きになりまして、ついにアメリカの本土攻撃ということで、西海岸ですね、ロサンゼルスの攻略を、やっていきたいと思います。で、新しくですね、実は航空機の設計をしています。今までが、まあ、この直縁戦闘機と呼ばれているものだったんですけども、今度からね、この全天候型の直縁を、設計開発が終わったら搭載していこうかなと思っています。まあ、最高速度が900キロ出ていて、空戦能力はね、実は少し下げているんですけども、まあ、全天候型かつ夜間にも可能ということと、あと武装の強化をね行っています。で、同じくね、全天候型の爆撃も行っています。これは高速距離をね、今までの長距離爆撃機からまあ約 15% ぐらい伸ばした全天候型の爆撃機。あとはですね、同じくして全天候型の護衛ですね、これも航続距離を伸ばして、とにかく最高速度を上げて、護衛機としてのね、まあ、味方の攻撃機であったり爆撃機であったりといったものを守ってもらうために、全体的な性能、まあ、総合的に見て 10% 程度上げています。で、重装甲爆撃機もね、これ航続距離を大幅に伸ばした全天候型の攻撃機を新しくね設計しています。これも航続距離含めて、まあ、1割から2割、10% から 15% ぐらい性能アップをさせています。これをね、今設計開発中なので、生産できるようになったら、順次、これらのものに切り替えていきたいと思います。では、ハワイから、艦隊を出していきましょう。で、3隻の空母体制に戻してまして、150機ずつ搭載しています。第1艦隊ですね。その間に原さんが元帥に登ってます。やっぱりね、空母に乗ってると、まあ、とにかく出世が早い。空母乗りの方がね、多分、活躍の場が圧倒的に多いと思うんで、それによって、すごく早く出世をしていきますね。では、西海岸、攻め込んでいきますが、西海岸、さすがにアメリカ軍、守りが硬そうで、まず第2艦隊、ここは、正規空母2隻。護衛空母2隻。これが第2艦隊ですね。第3艦隊の方も正規空母1、護衛空母3という艦隊ですね。その他、まあ、駆逐艦クラスのものが何隻か入っているという状態ですね。さらに、メキシコ西海岸にも5つ目の艦隊が入っている。ここは護衛空母が4です。ここしっかり一気にね、東海岸攻略まで押し切っていきたいと思っています。では、時間を進めていきましょう。おっと、艦隊を1個投入し忘れがあるが、ここは押し切る。3隻の空母があれば十分に、対応できると思いますので、ここは2個艦隊ですが攻め込んでいきましょう。まあ、注意しなきゃいけないので、敵の艦隊に空母が狙われることぐらいかな。まずは先制攻撃で敵の基地攻撃を行っておきます。敵の艦隊を見つけたらね、第一艦隊は距離を取りましょう。発見したね、敵の直縁が出る。かなりの数だな。まあ、分かってはいましたけどね。まずはただ敵のね、航空基地を一つ確実に破壊せしめておきましょう。その後、敵の空母を沈めに行く。
敵の艦隊の上空を通過して戻ってくるっていうだけでね、味方の攻撃機、爆撃機に損害が出るからな。ここを早く戻ってきてほしいね。敵の直縁の方がはるかに、我々の護衛機だったり、もちろん攻撃機、爆撃機、足の重い攻撃機、爆撃機よりはるかに性能がいいので、まともに撃ち合うと結構辛いものがありますね。敵の爆撃機に発見されてるな。ここは急いで退避だと同時に敵の艦隊空母を叩く。そして、第2艦隊の指揮を取ります。敵空母の甲板を潰す。第1艦隊の一度指揮を任せちゃいましょう。そして第2艦隊の方に操船を切り替えます。敵空母を叩いたら次の艦隊へと向かいましょう。第2艦隊は第1艦隊の方はしっかり索敵を行います。ちょっと傷ついた艦艇がいるな。足が遅くなっているものは離脱させましょう。足の速い艦隊で敵を追っていく。まだ敵の空母甲板が残ってるものがありますからね。これを先に優先的に沈めに行きます。潜水艦はちょっとここは厳しいかな。もう何度もお話してる通り、このフェーズになってくるとね、もう潜水艦が無双できる、そういう環境ではなくなってますからね。ここは残っている従順艦隊で敵の艦隊を掃討する。そしたら第1艦隊の方の空母艦隊の方の指揮に戻ります。敵の増援が出てくる可能性があるので、敵の増援に備えましょう。よし、敵の艦隊は最終的には空母からの攻撃機と、あとは、重々艦隊のね、魚雷攻撃でほぼほぼ壊滅させましたね。では残りの艦隊の掃討と、あとは敵基地の攻撃に攻撃目標を切り替えていきます。あとは足の速い小さい艦隊ですかね。駆逐艦軽巡クラスの艦隊が残ってるだけかなと思いますので、
ここは敵の掃討を任せちゃって、こちらは敵基地攻撃へと切り替えていきます。すごい数の魚雷だな。基地攻撃はもう完全に航空隊に任せて、残った敵の艦隊のね、掃討戦に従順艦隊をどうにしましょう。洋上基地型の空母3隻になるとだいぶ戦力的にね、アメリカ軍に優位に立てる。少なくとも劣らないっていう状態にはなってきましたね。さあ、敵の直縁に追い散らされてますが、ここは時間の問題でしょうか。失ったな。あとは敵の増援がいるというわけだな。どこかに、ここにいるね。敵の増援はちょっと足が重たいというか、艦隊としてはあれですね、戦艦クラスが入ってたのかな。ただ事前の情報ではね、戦艦クラスは認められませんでしたけど、まあ、ここは敵の艦隊を壊滅させましたと。味方の損害ですが、潜水艦が3。あとは、重巡が2。クルーザー、まあ、軽巡ですね。これが2、撃沈されています。あと損害ですね。航空機の方は、護衛が1。爆撃機が21機違う。31機未帰還。雷撃機が10機未帰還。偵察機が32機未帰還。まあ、約5、60機失ってますね。まあ、ただ敵の方はね、完全に壊滅させました。よし、これでまたアルミが手に入るし、誰かが昇進している。おお、三河さんが大将に昇進、宇垣さんも大将か。いや、みんな活躍してるな。さあ、次の攻略目標はもう一気にね、東海岸へ、艦隊を進めていきたいので、このまま行きましょう。で、アルミがね、ご覧のようにドッカーンと入ってきたので、このアルミを使わない手はないですよね。では、ハワイから艦隊を一度西海岸に集結させましょう。ここで傷ついた艦艇の修復を行いつつ、輸送船の配備と、あと航空機ですね。まだ、さっき紹介した全天候型のものが作れる状態にはないので、まあ、バランスよく、ここは、航空機を補充していきます。偵察機がね、思った以上にやっぱり消耗しているなという感じがするので、まあ、偵察機をね、ちょっと今回は厚めに生産しましょう。でだ。アメリカ本土攻撃している、まあ、空母の方なんですけど、できればね、空母4隻体制にしてあげたいなぁというのはあるので、まあ、ちょっとそこは増やせる余地があるのであれば、増やしてあげたいかな。今、空母何隻か製造中、ではあるので、まあ、その製造が終わり次第ですね、おっと、ちょっとね、配備をしてあげたいなとは思ってます。
4隻体制になるとより効率的なね、戦い方が可能になってくるかなとは思うので、よりスピーディーな進行ができますよね。で、輸送船をマックス配備。これでまたアルミが入ってきます。あとはインド洋の方ですね。今、アラビア海に艦隊を入れましたので、このアラビア海に入っている蒼龍にも艦載機乗せましょう。いやー、だいぶ余裕が出てきてるのでね、楽しみな展開になりましたね。ではとりあえず一旦だけ進めて、西海岸に艦隊が到着するのを待ちます。お、天下無双型のこれは戦艦ができたね。なんといっても40ノット出るね、高速の戦艦ですからね。51センチ砲搭載、副砲こそ持ってませんが、圧倒的な火力を持ってますからね。では、この天下無双型の戦艦を前線に配備するために、まあ、一気に、そうだな、東海岸まで進めちゃいますか。え、ちょっと待ってね。3週間で入れるの？それはおかしいだろう。新編成。そうだよね。天下無双型の艦隊をまず用意しなきゃいけないので、用意したら第7艦隊を運びます。で、提督を座上させていく前に艦隊の補充だ。第6艦隊から第2、第3艦隊へ一部の艦艇を補充していきましょう。こんなところかな？第6艦隊はこのまま。ああ、そうだね。第6艦隊から第2艦隊の方が正しい動きかな。これで行こう。これで第2艦隊、第6艦隊。まあ、宇垣さんとか島さん、この辺りを遊ばせておくのはちょっともったいないですが、まあ、勝利は疑いないので、一気に西海岸を目指しましょう。ごめんなさい。東海岸を目指しましょう。では、艦隊投入していきます。敵の艦隊規模確認してないですが、まあ余裕はあると思いますので、サクサクっと行きましょうか。まあ、余裕こいてるとね、ろくなことにならないんですが、もうここはあえて余裕をこきましょう。了解。了解。了解。敵艦隊を発見。あー、敵の戦艦がいるな。戦艦とね、従順で撃ち合うのは自殺行為なんで、できれば航空隊でね、敵の戦艦にはダメージを与えたいですね。敵の空母は一旦無力化完了かな。そしたら第一艦隊の指揮を直接取ります。うわ、そうなんだよ、これなのよ、恐れていたのは。敵に早くも発見されたからね。敵基地攻撃を優先するべきだったよな。空母にダメージが出てますね。パラさんの飛竜が中波、甲板中波なんで、これ以上のダメージは避けなきゃいけない。まあ、手っ取り早く。沈めちゃいましょう。ちなみに、全天候型のね、爆撃機、新しく今、開発中のものは、800キロの誘導弾に変えてます。今までは1トンの爆弾だったんですけど、これからは800キロの誘導弾に変えてるので、よりね、敵の動いている艦隊に当てやすくはなってるかなと
というふうには思っています。あとは敵のなんだろうね、これ基地攻撃をすれば終わりなのかな。敵の艦隊がこれ以上入ってる様子はちょっとないですよね。よし、アメリカの西海岸をダッシュ。ただ残念ながらね、味方は飛竜がダメージを負ったので、飛竜を一度離脱させてでも守りに入った方がいいよなっていう感じがしますね。ここで、まあ無理をして、下手に飛竜を失うぐらいであれば、一度、飛竜は、戻して、西海岸で毒入りさせましょう。で、代わりに、と言ってはなんですが、艦載機の補充、特に雷撃機の数を増やしておきましょうか。でもね、アルミもようやくここで本当に安定的に得られるようになってきたんで、以前の苦しんでいた、とにかくアルミがなくて航空機がダイヤモンドよりも希少だと思っていた時代は出しつつあるかなという感じですね。ではスパイがいなくなっちゃってるところが多数あるので、スパイを送り込みましょう。このまま一気に東海岸を狙っていきたいので進みます。敵の位置がよくわからないということにはなってますけど、ここは2隻の空母でなんとか対応しますか。敵の艦隊がいるのかな。この位置に敵の偵察機がいるということは敵の艦隊がいるよね。敵の艦隊を発見。第一艦隊から攻撃隊を発艦しましょう。もう出ている。敵の基地攻撃に出ちゃってるね。どれくらいの艦隊規模かいまいちはっきりしてないからな。ただ大型の空母とかいなそうですね。これを見る限り軽巡重巡、まあ、クルーザー級、大きくてもクルーザー級ですかね。これだとであれば味方の重武装重巡、重武装軽巡で十分に撃滅可能かな。この魚雷の数だからね。特にね、重武装重巡、重武装軽巡は魚雷に力を入れて設計したので、この魚雷はかわしきれないでしょう。第一艦隊の方からはここに基地があるね。おそらく敵の偵察機の飛び方を見ると、偵察機が生還してくれればいいけどね。多分ね、いると思います。あると思います。あるよね。敵の直縁に追い回されるんで逃げ切ってくれ。よし、一気の喪失で済んだな。
敵の増援もないでしょう。アメリカの本土をね、平らげましょう。よし、カリブ海も取った。艦隊に少しダメージが出てるね。そしたら第2第3艦隊も一度戻しますか。まあ焦って戦うところでもないいい部分ではありますから。おっと、ここで洋上要塞型の空母が2隻完成。そしたら洋上要塞型の空母ですね、1隻ずつ太平洋とインド洋とに分けて派遣していきます。まずは原さんの飛竜は回復したので、であれば運閣をアラビア海へ、そして安土を一路カリブ海へ派遣していきます。で、一旦艦隊は引きましょう。アメリカの第6艦隊がミニッツ元帥か、これが入ってきているものの、一度全艦隊西海岸に入ってドック入りしましょう。で、このドックで回復を図ります。戦力の回復ですね。で、その間に航空機と爆撃機を生産しておきます。特に今回は従順軽順がちょっとダメージ出ているので、従順軽順を補充できるように、まあ補充用という意味で何隻か作りましょう。で、もう潜水艦はね、ここのところ何回かお話している通り、もう出番はないかなという局面に入りつつあるので、潜水艦はね、もう作らずにいきます。本当に潜水艦はね、ここまでの苦しい戦いを支えてくれたし、その搭乗員たちは救われることなく死んでいったものがおそらく多いと思うんでね。その英霊たちに捧げる勝利を掴み取りに行きましょう。輸送船配備しております。まあ進行してくるとはちょっと思ってはいないんですけどね。おお、運用かな、運用も完成したね。じゃあ運用もインド洋方面に派遣しましょう。これでインド洋の方も艦隊としてはね、正規空母が4隻体制になるかなと思って。で、西海岸。いやー、まだメキシコにいるの。まだメキシコだな。もう一旦待ちますか。では、アラビア海の艦隊再編を行います。第5艦隊、第1艦隊。まあ、とりあえず、総理を機関に変えますか。で、肝心の西海岸。艦隊の再編だ。まず、第1艦隊の方に、原さんの飛竜を戻します。で、いいかな？艦載機の補充をしておきましょうか、一応。雷撃機の数を増やす。加賀の井上さんのところがちょっと最近ダメージが出るよね。猛力したかな。まあ、でもね、確実に補充ができる状態になってるというのは本当にありがたい。よし、これでじゃあ全艦隊、今度こそ東海岸を目指して前期出撃というところかな。で、艦載機はいつでもね補充できるように作っておきます。で、こうなってくると展開としてはいよいよ持ってインド洋方面の攻撃もね、強化していければいいかなというところですかね。お、ココン武装も完成した。いやー、心強いな。
今天下無双はどこにいるんだ。ちょっと天下無双の場所を確認する。天下無双が今東海岸か。ちょっと待ってね。天下無双がここか。天下無双が短期突入するのはバカバカしいので、ちょっと一旦カリブ海で待機させましょう。まあ、今いる戦力で十分に戦えるとは思うんですけどね。まあ、さらに作っておく必要があるようであれば、ちょっと様子を見ていきます。で、あとスパイですね。入れておきます。バミューダ、東海岸と入れておく。で、カリブ海に集結した艦隊の再編を行いましょう。第7艦隊、第2艦隊か。第7艦隊に、古今無双配備。古今無双を、機関に当てがいましょう。で、ここには、伊藤誠一さんを。ていうかあれだね、乗ってない人結構いるから乗せちゃう？これを機に。まあ、乗ってるのと乗ってないのでは当然乗ってる方がいいですからね。低速がね。OK だ。じゃあこれで行きましょう。第7艦隊は、この先の作戦に備えて、アラビア海へ出しておきましょう。で、航空機の方は、今度はじゃあ護衛機をね、作っておきましょう。さあ、これで、どうだろうね。アラビア海に集結している艦隊。ここも、うわ、だいぶ、どちらかってるけど、なんか心強いな。じゃあ艦載機をね、ドカーンと配備していきましょう。直縁は直縁にしようよ。って感じかな。で、運閣の方にも艦載機を搭載。いやー、なんか充実してきてるね。では、このまま、東海岸を目指します。バミューダ沖へ突入。第1、第2、第3と、主力艦隊をすべて投入。敵の位置はわからないですが、まあ、間違いなく、敵の基地の場所はあそこだろうというのがわかるので、そこに向けて、戦いを進めていきましょう。ちょっと今嵐になっちゃってるんでね、偵察機が飛ばせない状態ですが、嵐が止んだらすかさず偵察機を飛ばして敵の基地の様子を確認します。敵艦も発見してるし、敵の基地も発見している。天下無双も向かってるので、まあ大丈夫かな。天下無双からも手砲が撃たれてるね。ひときわでかいからね、砲弾が。まあ、天下無双はこれまでにない、高速性と重装甲性を持ってますからね。副砲こそ持ってないですけど、51センチの手砲にこれだけの重装甲、今までのように簡単には沈まないやつだと。まあ、そういう戦艦に仕上がってます。Thank you.
では、アメリカ軍のまさにその息の根を止めに行きましょう。で、今回はですね、航空機をまた作っておきましょう。あ、連合軍が西海岸に入ってくるのね。ここはいいです。取られたとしても東海岸を取ればこれで終わり。問題は第2艦隊を出すか第3艦隊を出すか。まあ、第3艦隊かな。位置がわからないですが、まあ大体の場所はわかりますからね。しっかり索敵機を飛ばして、とどめを刺しに行きます。ただちょっと嵐が続いてるかな。敵の艦隊はね、出てないとは思うんで、数が多くはね。敵の基地が分かりづらいね、東海岸は。ただここに1個ありますね。敵の偵察機の動きを見ると、発見してくれた。 OK だ。天下無双は大丈夫よ。天下無双に絶対の自信があるというような雰囲気で話しましたけど、とはいえ敵の航空機にね、殺到されるとまずいからな。では残りの敵基地攻撃を急ぎましょう。艦載機も出たのでこれで終わるかな。いやー、アメリカ軍との厳しい戦い、ようやく終わりましたね。はい、というわけで今回はね、アメリカ本土攻撃本土決戦ということで、お送りしました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、最終決戦ということで、イギリス軍が持つ、重要拠点の攻撃を行っていきたいというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。航空機の開発完了してますね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。